はい、皆さん、こんにちは。ビーティーオプションのナンシーでございます。ということで、本日はですね、フィボナッチパート2、を説明していこうと思います。前回ですね、フィボナッチのいろんな種類、リトレースメントからエキスパンション、アーク、タイムゾーン、ファン、の説明をしたんですけども、ちょっとナンシー、皆さんご存知で、大変なことになっちゃったので、説明が、MT4 の画面がですね、しっかり見えてなくて、説明がよくわかんなかったっていう方がちょっと多かったので、今回はちょっとざーっと、前回の復習という形で、復習という形でちょっと説明をして、で、その後に、どのテクニカルと利用したらいいのかっていう説明も行いたいと思います。ということで、ちょっとチャットのコメントを見ていきたいんですけど、今日面白かったんですよ。デブッチョさんが、今日は誰もコメントしてないね。どうした？って入ってました。だから、ナンシア、デヘヘヘヘ、台風の前の静けさって入れときました。マークさん、ナンシーちゃん、今日もよろしくです。ポチッとしました。ありがとうございます。マークさん、また、前回のタイムゾーンについて、ありがとうございました。難しいよね。結構なかったりするんで、内容が。ヨッシーさん、ナンシー、こんばんは。ポチッとしましたよ。フィボナッチ、今日は使うタイミングがなかったよ。今日のアノマリーとはどんな勉強になるのかな？楽しみにしているよ。あ、アノマリーは明日です。明日っていうか、この動画は YouTube に上がるのが明日なので、YouTube 見ている方であれば、本日、YouTube のライブ、放送、8月25日の金曜日の20時からしようと思うので、その時にアノマリーとジャクソンホール ちょっと遅いけども、についてちょっと説明したいと思います。なので、ぜひぜひ見に来てください。今日はフィボナッチの、パート2説明になります。チョさん、こんばんにゃん。パート2ですか？今日もよろしくです。はチューのマークかな。ということで、ではでは、説明に参りたいと思います。ですね、まずは、フィボナッチ。この後ろもフィボナッチによる計算された、これがすごい、綺麗に見える黄金比率っていうのは皆さんご存知でしょうか？これがフィボナッチという方が、この人がね、だいぶ昔にね、この比率っていうのが一番綺麗に見えるとか、綺麗な、一番いい、まあいいや、一番いい比率だみたいな感じで、60、みんな勉強したことない、なんとか1.16なんとかなんとかみたいな感じだったっけ？忘れた。私は本当に計算弱いからね。誰か助けて。でも、とりあえず、これがベストな数値なんだっていうのを彼が発明しております。何だったっけな、本当に。なんかあったよね。何だったっけ。すごい、なんか覚えさせられたのを覚えてるんだけど、小学校時代に。みんな誰か助けて。でも、まあいいや、その数式が一番いいとされてるんですけど、これを使って、MT4 とか相場でも、だいたい言えることじゃないかみたいな感じで、どうも不思議なんですよね。フィボナッチを使おうと聞いてみるとわかると思うんですけども、あれ、よくそこにタッチしてるなみたいな。だから、結局他の相場の、結局相場っていうのは他のトレーダーもこう入ったり出たりを繰り返している中で、やっぱり節目ラインとして、そのフィボナッチを使うことによって、あ、ここで入ろう、ここで出ようみたいな感じのことがみんな一緒にできたらいいですよね、極力。なので、このフィボナッチを利用するっていうのはなかなかなしいいと思います。で、水平線がうまいこと引けないっていう方は、このフィボナッチを使うだけで、本当に水平線が引けなくても簡単に使えるっていうのがポイントになります。で、まあ、さて、それは大きい。で、前回説明したように、フィボナッチは、1、2、3、4、5個タイプがあります。リトレースメント、タイムゾーン、ファン、アーク、エキスパンション。正直言って、アークはちょっと使えない。タイムゾーンも、まあ、前回全部使ってみて、勝率的に良かったんですけども。でも、ファンは使えるかな。アークとタイムゾーンは、みたいな感じでした、正直ね、ナンシーから言うと。ということで、では、まず、リトレースメントからの説明をしたいんですけども、パッパ行きたいと思います。みんなからのチャットでのコメントがあるかな？ちょっと見てみよう。で、おかげさまで、
喉の調子は良くなりました。ナジさんこんばんは。カジさん今日も見てますよ。昨日より少し元気そうで安心しました。ありがとうございます。そうです、元気になりました。サクさんよろしく、よろしく。でぶっちゃさん久々に広島弁が聞きたいんじゃけのそうじゃけか、そうじゃけか難しいよ広島弁。はい、小田切城の広島弁めっちゃかっこよかったな。血と骨っていう映画で、まあいいや、それはさておき。で、リトレースメント。まあ、いろいろちょっと今から説明していくので、ナンシーちょっと一瞬消えますね。はい。で、リトレースメントなんですけども、後ほど弾き方を説明していきます。しかし、リトレースメントっていうのは、本当に弾くときに、こう、ラインが出るんですね。なので、ラインを、例えば、アップトレンドであれば、アップトレンドの安値にこう、弾いていくような感じ。はい。で、弾くと、もう自動的にこの水平線。はい。まあ、フィボナッチですよね。リトレースメントが引かれます。で、一番注目したいのは、この 61.8、50、38.2 っていうところが一番注目、はい、すべきところとなります。で、基礎的にちょっと説明し忘れたんだけども、これ、38.2、50%、61.8 っていうところが一番重要となります。で、どんだけ、まあ、戻ってくるか、まあ、トレンドがあれば、どの程度戻ってくるかっていうのをパーセンテージで測るんですけども、まあ、仮に、ナンシーのやり方であれば、マーチンゲールとか追加するときは、38.2% まで落ちてきたら、まあ、そこで、一旦、例えば、1200円で購入する。そしたら 50% まで下がってきたっていうときに、今度はもっと追加で2700円。で、次に 61.8% まで来たっていうときに、今度は、いくらだったっけ？5400円みたいな形で購入する。こういうふうなやり方もできます。でも、ポチポチ病じゃなくって、いつでも待てるっていう方は 61.8% のラインまで待っていた方がいいかなと思います。大丈夫ですか？ここまで。なので、リトレースメントはどちらかというと、あれトレンドが過去にあった。で、ちょっと下がってきたっていう時に結構利用できます。でも基本的にはレンジ相場でも利用できるし、無理なくリトレースメントは一番人気あると思うので、基本的にどんな相場でも、適用されるような、はい、リトレースメントが一番一押しです。はい。で、次に、次にね、ナンシーがいないでしょう。なんと不思議。はい、次にタイムゾーン。タイムゾーンは結構どこ見ても、なかなか説明が、ないです。しかし、タイムゾーンの、裏のロジックっていうのが、どういうことかっていうと、例えば、この丸、でっかい丸されているところ、ここは高値。はい。で、一番、近い安値っていうのが、例えば一番右端のところだとしましょう。その時に、この時間、この、8月3日の9時から、一番安値の8月18日の17日、はい。これは1時間足でポンド円を見てるので、ちょっと、スパンが長いっていうのもあんまりよろしくなかったと思うんですけども、この期間で高値と安値が、更新されましたよ。そしたら、この時間内に、また、この時間枠で、また8月18日からスタートして、多分、この、8月3日だから、どれぐらいだ？ 15 日？まあ、2週間かけて次のまた高値か安値が更新されるだろう。っていう感じの、ロジックです。大丈夫ですか？なので、この枠内に高値と安値が更新されたんであれば、またこの枠内の将来に更新されるだろうという考えです。大丈夫ですか？で、次にフィボファンですね。フィボナッチのファン。これは、どちらかというと、線を引くときに皆さんこういう経験はないですか？まっすぐに線が引けない。ここでもちょっとドットで赤く、ちょっと小さくはあるんですけども、ドットが表示されてますよね。なので、このように、綺麗にトレンドラインが引けないっていう時ってありますよね。で、ちょっと段差、別でこう、トレンドラインが引ける状態とかであれば、このフィボファンっていうのが結構使えます。っていうのは、この段階、まあ、61.8、50、38.2。この段階でこうトレンドが下がってくれば、ここタッチしてまた反発してトレンド、アップトレンドが続くんじゃないかっていうのがわかるので、待てる方はまた 61.8% まで、はい、粘ってみたいところですね。はい。では次行きます。次はアーク。ナンシー、きっぱりと使えないって言いましたが、これは丸の半分、
半丸よくわかんないけど、をこう、綺麗にこう、コンパスを描いたように、はい、MT4 で、使った場合に表示されるんですけども、これもなかなかあんまり使えないっていうのは、ちょっとやっぱり相場って生き物なので、ズレというのが来ると思うんですね。まっすぐに引いてても、あれ若干ロウソク足のひげがこっちだんだん上がってきてるとかいう時に、このフィボアークっていうのは結構使えるので、まあ、仮に言えば、ひげが結構ついてる相場とか、であれば、ちょっとの若干の差を読み取るような感じではいいかな、みたいな。これがフィボアーク。でも、もう、ナンシー的にはあんまり使いたくない感じですね。はい。綺麗だけどね、デザイン的に。で、最後のフィボエクスパンション。これなんですけども、これは、ここでは見え、なかなかちょっと見えづらいけど、左側にちょっと、こう、NG、ナンシーが NG を書いたの分かりますか？左側。だいたい8月の22日あたりですね。に NG となってるんですけども。これは、まあ、NG。もう本当にそのまま NG が見えた時に、あれトレンドが転換しそうみたいな感じの時に使えます。で、先週だったかな？あ、先週じゃない。今週だ。時間が。今週のですね、8月22日に、皆さん、見ていただいた方は、放送を見ていただいた方は、ナンシーがいい調子で利益上がったと思うんですけども、今日また振り返ってですね、前回引いてた線を見ると、結構いい具合に、これ、前回の放送で引いた線なんですけど、その後、やっぱり、161.8 で、まぁ、ちょっと、よくタッチするようなボディが増えましたが、その後やっぱ抜けたら、もう結構な、時間枠の間でダウントレンドが発生してますよね。なので結構もう 161.8 とか抜ければ、もう結構もう、うん、それこそブレイクして、まあ、サポート基準、が抜けたっていうことで、トレンド、まあ、転換、トレンドに転換があるっていうことが把握できますね。はい。ということで、以上です。皆さん、ここまで大丈夫だったかな？はい。では、ちょっとチャット、コメント見ていきたいと思います。マークさん、黄金比、ゴールデンレーションは 1.618 だ。そうそうそう。1.618。それそれそれ。エミリーさん、はい、ナンシー。今日は早くに来とります。お、来ましたね。ナイス。アキさん、パート2、楽しみ。楽しんでますか？今。大丈夫かな？はい。ということで、ではでは、次に進みたいと思います。実際にトレード、はい、していきたいと思うんですけども、まずは引き方。はい。引き方を全部、また再び、もう一度説明したいと思います。今、ポンド円を見ています。では、まず、フィボ全部使っていきましょう。どんな違いがあるか。エキスパンション使えるかな？うん。エキスパンション使いましょう。では、エキスパンションっていうことで、まずは、エキスパンション。NG を探します。NG。ちょっと無理やり NG だけども、まあ、こんな感じでいこうかな。はい。こんな感じで。どうかな？やっぱりやーみよ。ちょっとここの高値を使おう。オブジェクトリストからディリートします。みんな見えてるかな？あ、見えてるね。はい、大丈夫だね。insert でもう一度、フィボナッチだ。insert フィボナッチエキスパンション。で、高値、一番高値はここ、NG になってるか。ここでいこうか。いや、でもちょっと、ライブなんで、ちょっとここで、はい。で、安値はここ。はい、これでいきましょう。はい、ここの高値を使って、ここってみんな見えてるかな？あ、見えてるね。ここの高値を使って、あとここの安値を使って、こう引きました。で、その後にスウェーデン、ほら、綺麗に、これ、61.8 のライン。ここですね。で、ここで、反発して、これは一応アップトレンドで あったんだけども、反発して今度逆を行きそうなので、ナンシーであれば、待つことができたらこの 161.8、ここか。161.8 っていうところを狙いたいところですね。しかし待てないから、ここの 61.8 とここの100。はい。
をめがけて、はい、購入、はい、していこうと思います。タイミングが来たらね。で次に、ではでは次、フィボナッチアークの使い方。アークね、マジで使えない、わかんないよ。どうしようか。とりあえずアップトレンドで安値と安値を引いていこうと思うんだけど、わかる？なんか全然微妙でしょ？わかる？言いたいこと。ここまでしか知らなかったとしましょう。そうしたらこんな感じ。まあ確かによくタッチしてヒゲ、わかる？ヒゲがビヨンってなってるところに結構見えたりするんで、まあなかなかそういう意味では使えるかもしれないけども、どうなんだろう。ナンシーはあんまり使えないと思ってる、正直。だからちょっと消すね消すね。はい。でフィボナッチ、次にファン。ファンも安値から高値、あ、安値を引いていきます。アップトレンドなんで、こんな感じかな。ではここでブレイクしてるね。ここで行ってもブレイクしてるから、やっぱここでちょっとここで行きましょう。ってことで、ここ交差するところとか結構使えそうですよね。 38.2 と 61.8 が交差するところとか、はい、結構ここもタッチして、ここもほらタッチしてこう跳ね上がってるので、なかなかいい感じですね。だからタイミング的にはここで一旦購入、本当にポジポジ秒であれば 61.8 でも購入。逆にここの、あ、ちょっとこれ見やすいようにしよう。マイナス、はい、もうちょっとプラスいいか、はい、って感じで、ちょっといやでも全体的に、はい、っていう感じで購入できますね。では次、はい、引いていきます。フィボナッチのタイムゾーン使っていきましょうか。タイムゾーン的には、ここが一番最強の安値で、ここ高値でしたっていくと、はい、次、はい、来るのがここ、この黄色いライン、ここ見えますか。だから要するにここまで来ると今度の高値安値が来ますよっていう感じになります。大丈夫ですか。面白いよね、全部組み合わせていったら。で次にフィボナッチのリトレースメント、これが一番まあ使いやすいってことで、まあ仮にこっからにしましょうか。こっからアップトレンドで、ちょっと長いスパンでやろうと思ったらこの辺りでちょっと行きましょう。はい、こんな感じになりますね。すごいことなってるね。だから今のリトレースメントっていうのは長いスパンで、あれしたんで、結構線がいっぱい見えてきたけども、ゼロのラインで跳ね上がってますね、綺麗に。で次、次で言うと、あー見えないな、次で言うと 23.6 とか 38.2、 結構細かいね、うん、でもまあまあ使えるけども、基本この黄色のラインでトレードしたいかな。でも高値更新されるかもね、2のところで。そこで、はいはい、でここです、ポイントは。でナンシー逆張りで皆さんご存知ですよね。はい、ということでナンシーはもう本当にフィボナッチとの組み合わせ何がいいのっていうのは、本当にそれこそ移動平均を使う人もいるし、本当に C 社に何でもテクニカルは使えると思います。一つに絞られなくてもいいと思います。要するにこのフィボナッチを使って、基本的にそのタイミングが近いっていうこともわかるし、そうなると他のオシレーター系であれば何でも使えると思います。で、それがタイミング来ていれば購入っていう、もう単純にそれだけ。ナンシーはそう思います。これだからいい、フィボナッチだからこれ、みたいな感じのものは特にないです。なので、今回利用したいのは、ちょっとこれを小さくしますね。ちょっとまあ、とりあえず、
とりあえず、はい、タイミング来るまで待ちましょう。あ、ずれた。違うものがずれたぜ。で、ちょっとみんなが見えるように、はい、で、テントレーダー、 あ、見えないね、これじゃ。え、どうしよう。こんな感じで見えるかな。うん、こんな感じで見えるかな。ここだけ気にしていれば大丈夫だと思うので、はい、ではでは、で、ナンシーは逆張りなので、ね、今見てるのがポンド円で、ポンド円で CCI、 久々にちょっと CCI を利用していきたいと思います。コモディティチャーのエンデックス今120来てますね。わお。なので、CCI の使い方なんですけども、基本的には100からカクッと下がっ、上がればもう買われすぎっていうことで、そろそろ売りタイミングっていうことがわかります。で、逆にマイナス100であれば売られすぎっていうことで、そろそろ買いタイミング、あ、先買いタイミングって言った、マイナス100からカクッと上がれば買い、はいですね。で、プラス100からカクッと下がってくればロっていう感じで、はい、取引するんですけども、今日なしデモ講座を利用させていただきます。で、まだタイミング来てないですね。水平線に何もタッチしてないんで、でもちょっと待って、っていうか2番、さっきのタイムゾーンまでどれぐらいあるんだろう。結構あるね。これでいくと結構あるな。ちょっと待って、もうタイミング待てないので、ちょっとライブ放送中なんで、もう一回ですね、あれも引こう。フィボナッチのエキスパンションで一旦、逆も引きたいね。逆も引きたいから、逆も引きたいけども、引き方にたまに迷うよね。あ、てか暑い。フィボファンは引いたでしょ。あれ、エキスパンションどれだろう。はあ、どれかわかんないよ。うわ、変なことするんじゃなかった。うわ、下のを消してしまった。最悪。何を消したんだろう。なんか消しちゃった。まあいいや。でも CCI 的にもあれしてないから、まだ待ち時です。何を消したんだろう、ナンシー。あるでしょう。やっぱり逆のエキスパンションを消しちゃったんだ。
逆のエキスパンション消しちゃったけど、まあいいや。うわー、来てるね。100まで来たらロー行くか。で、CCI 的にはどう？100超えてる。ナイス。上がるまで待つ。上がるまで待つ。ほいー。はい。100にタッチしたんで、ロー入れました。はい。で、高値もそろそろこの2あたりで更新、まあ高値か安値が更新されるってことだったんで、まあなかなか近いですよね。で、また戻るんじゃないかな。あ、戻ってきた。キャー！マジ？今更？いやー、そしたらもうちょっと待ちましょう。もう100を超えちゃったんで、これは、もう、上の、何、レジスタンスを抜けてるんで、161.8 まで待つしかないですね。K だね、本当に K だ。ゲゲゲマックスだわ。ゲゲマ。ゲゲマです。ゲゲマ。とりあえず待ちましょうか。でも100から下がってきたよ。いけるんじゃない？やっぱり入れちゃう。良い子は真似しないでくださいって言いたいんですけど、無理です。待てないです。ちびやらさん、こんばんは。今回、前回の動画を見ながら、フィボナッチを使って取引してみました。なかなかいい感じにできたような、ないような。何事もやり始めは難しいですね。今日も勉強させていただきます。よろしく、です。よろしくです。そうですね。まあ、確かに。でも、何？その、LINE を抜けたら、まあ、次の、その、抜ける基準として購入していくのもなかなかいいんだけども、あ、とりあえずまた上がってきたら何しろをする。とりあえず、この100ラインまで戻ってきたらまたローします。来るかな？来るかな？ああ、待てない。無理。ちょっと若干待つべきところを待てなかった。ああ、案の定上がった。キャー。下がるんだい。ヒゲ長いね。キャー。高値更新、高値更新。ちょっと待とう。待ってる間に。エルさん、今日もお勉強ありがとうございます。どれが自分に合うのか悩むね。悩む。この顔文字可愛いんですけど。ヒロルさん、安値と安値を結ぶの。そう、アップトレンドであれば安値と安値を結んで、エキスパンションの場合は、アップトレンドの方、この N 字であれば、安値、高値、安値みたいな感じで合わせるんかな。うん、で、まあ、アップトレンドであれば安値を引くっていうのが基準で、で逆に、ダウントレンドであれば高値を結ぶみたいな感じですね。はい。来るか来るか。来た来た来た。更新するか。勝さん30秒使えるようになったんだね。そうなんですよ。なんか、ナンシーもいつからできるのって聞いたら、今日の、夜だけになったみたいですね。17時からだったかな。12時。うん。だから、ボラがついてる時に乗っかるような感じで使う以外ないですね。もう順張りですよ。これこそ。って言いながら逆張りしてるし。だからダメなんだよね。まあいいや。
ナンシーはもう根っこからの逆張りだから無理なんだよ。おお、来た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 よ。あー無理、我慢できない。ロー入れちゃった。ロー入れちったよ。あ、ここの基準をタッチしたら、またブレイクしたら、ここでロー入りまーすって言って入ったけど上がっていくみたいな。で、また上にタッチしたらまた270で購入するみたいな。タッチするのかい？タッチするのかい？またまたタッチするのかい？微妙な時に下がってくるね、これね。抜けたらロー行くしかないよね、これね。でも高値を更新するスパンがもうちょっとしてくるよ。なんか NG っぽくなってますね、また。あー待てないよ、マジで待てない。なんかよくわからんから明日のお弁当に仕込みに入ります。デブーチョーさん、何を作るんですか？ナンシーの分も作ってくださいな。バターサンド欲しいです。ナンシーバターサンド来るか来るか来るか。おお、抜ける？抜けるならローにする。抜けてないけど入っちゃう。ああ、入っちゃうんだよね。まだ上がるつもりかい。またあそこの水平線基準まで上がってきたらまたロー入れます。そろそろではまたこれ高値安値更新されるってことは、まして2に来たら、ここの2に来たら、この MT4 のこの2に来たら、もしやあれじゃない、そこで分かるよね、相場が上がるのか下がるのかっていう基準にもなるよね。逆に。わかる？ナンシーが言ってること。要するに2番で安値か高値になるってことは、ここはもう高値クリアしたような感じだから、あ、ちょっと待って、ロー入れたいけど。いや、やっぱやめとこう。どうじゃろうか。ここが安値ってことであればもっと上がるっていう可能性もありますよね。ほらほら上がってきた。あー怖。2まで待ちましょう、とりあえず2までね。はい、またここの基準まで来たからロー入れました。また上がればまたロー入れます。キャー、上がって161.8タッチでローみたいな、我慢できたらだけど、我慢が難しいのよ、我慢が。キャー、我慢できなかったって言って購入はしない。
和食なので茶色い酢、茶色い、茶色い酢、茶色、玄米ってことかな。お、ここ来たからも、あー、ロー入れたけど上がるつもりかい君、上がるつもりですか、上がるつもりかな。上がるつもり、上がるつもり、上がるつもり。うん、2回目では勝てます。しかし、マーチンゲール。これが崩れていったらもうやめるべきです。お、これが安値ってことは上がるんじゃないこっから。あと2本ぐらい足ついたら、だいたいフィボナッチのタイムゾーンではここが高値あるいは安値ですよってことだから、この感じで言うとなんか安値っぽいよね。まだ上がるつもりなんかな。どうなるか。また100タッチしたらロー入れます。おー、安値行くんじゃないこれ。だから上がるんかな。おお、結構落ちてきたよ。あと一本足であれです。これが安値ですね。だから上がるんじゃないかな。どうなんだろう。でも CCI 見ても全然タイミングないもんね。これ一旦クリアしてしまうと。だから水平線だったらこうやっていっぱい取引できるけども、本当ね、待つことができるっていう人は、この CCI とフィボナッチの組み合わせで、フィボが様子、あ、もうそろそろ来たよっていう時に、CCI でも100、マイナス100はプラス100であれば、購入するべきだと思います。で、それだけでできるんだったらそれだけでいいと思うんですけど、なかなか取引タイミングはなくなってしまうんで、フィボだけ使うっていうのもまあありだと思うんですけどね。あ、安値っぽいですね。こっから跳ね上がるんかな。どうなんだろう。跳ね上がるんかもしれないですね。跳ね上がるような。はい。ということで、まあ、もう取引なしは100来なさそうなので、ここで終了させていただきたいと思います。はい。ということで、以上です。サンキューベリーマッチ。では、最終チャットを見ていきたいと思います。ないね。はい。ということで、皆さん、Thank you very much for watching. では、また次回の放送は、明日。ちょっとテストを踏まえて YouTube でライブ放送するんですけど、ちょっとやり方がいまいちまだ分かってないので、テストと思ってみてください。はい。失敗するかもしれないんで。でも、アノマリーとかジャクソンホール
についてちょっと説明していきたいと思います。まあ、説明っていうかお話、はい。ということで、じゃあ皆さんまたね。また明日来る方は明日、また来週の方は来週。じゃあ See you. バイバイ。3